はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。今回はね、イベント、バイスの衣装のイベントね、ドロイベなんですけども、今着てますよね。で、まあ僕バイス取ってないので別に衣装とかも、特にいらないんですけど、まあこれね、どうしようかなと思って今回やっていこうと思ってるんですけど、とりあえず僕はね、 LR 破片を、取ろうとしてまして、どれやったかな、 LR 破片、ランダムのやつですよね。これが欲しいんですけど、なんでかというと、再起がね、再起が集まりそうなんですよ。で、今23枚破片があって、再起で、昔の初代ガラガラポンあるじゃないですか。初めてガラポンが来た時のあれの破片が120枚あるんですよね。つまり、再起の破片が今143枚あって、で、あと7枚で、再起が解放できるんですが、その7枚がね、なかなか集めれなくて、で、今回この LR の、ランダムの破片で、なんとか集めてやろうと思ってるんですけど、まあ集まるかね、ちょっとわからないんですけど、今回やっていこうと思ってます。で、再起取れば、ここの水地の宿命が、開くので、まあそれが理由でね、再起を取ろうとしてるんですけど、まあどうですかね、ちょっとやっていきましょうか。この破片の ランダムの破片ってどれぐらい出るのかも全然わからないんですけど、とりあえず昨日おとついで取れる分だけ全部取ったんですけど、今日もやっていきます。で、とりあえず体力買いましょうか。5回、うん、体力5回買って、まあこの体力あれば集まりますよね。で、普通のメインクエストでやっていきます。で、このレオナのね、ストライカーですけど、素材が集まりそうなんですよね。これで集まったかな、隕石の、ちょうどね、これも集まったんで、まあ、レオナも強化していこうと思ってて、いけそうかな。うん。これもう50回やれば、多分素材が集まるので、で、ハチマキも集まったかな、ちょっと見てみましょうか。ハチマキの方も、これでだいぶ、取れたんじゃないかな。何個やろ。こっちか。まあ、最近イベントがね、ほんとね、あんまり僕にとっては、まあ、バイスとか取ってないので、まあ、イベントが緩くて、特にやることがないのでねまあちょっと遊んでる感じなんですけど、あ、29個ハチマキ持ってるんで全部買えますよね、マックス。うん、これで、3日分全部買いました。これ LR 破片で45枚あるので、これを早速ね、開けていくんですが、問題はやっぱ再起が7枚出るのかってとこですよね。まあ、再起が7枚出てくれたらね、完璧なんですけど、どうですかね、45枚中7枚ってかなり厳しいかな。うん。じゃあこれ開けていきましょうかね。一気に開ける方がいいのかな、それがちょっとね一回10で開けましょうか。10、いやでも一気に開ける方がいいのかな。そうですよね、10で開けて再起が出ないっていうことも可能性もあるので、今回も一気に行きましょうか。さあ、再起破片は何枚出るのかというところ、いきます。45枚の LR 破片ね、ぶっ破します。さあ、開けた。お、あー、もう見えてる。3枚か。うわー、3枚。そうか、まあそんなもんですよね、平均して出るもんな。そうかそうか、よくよく考えたら7枚も出る方がおかしいですよね。むしろ3枚でも多い方か、こんだけ出てるのでキャラが。そうか、ってことで今回、再起は集まらなかったっすね、うわ、もうちょっとやな、本当に120枚、ガラガラポンで持ってるので、あと4枚や。なんかイベント来てくれへんかなまあそういうLR の破片の販売とかってなかなかないっすよね。そういうイベントってなんか隕石とか来るんですけど、結局隕石もキャラ持ってないとあれ回せないので、だからその破片が欲しい場合ね、なんか覚醒セットとかそういうの、買わないと取れないですよね。でもこの今の時代にこの再起の覚醒セットとかも来る気しないし、まあ、そういうのちょっとね、もうちょい緩くしてほしい気持ちもあるんですけどね。昔のキャラが欲しいっていう人もやっぱり宿命とかの関係で、まあ、そういう人もいっぱいいると思うので、再起ね、あったら宿命空いてたんですけどね、まあ来てくれることを祈ってます。で、ぼちぼち10月も中旬なんで、今月末のキャラがね、気になるとこですよね。
で、まあ順当にいけばクラークが来るのかなと思ってるんですけど、そうなるとね、やっぱ攻撃型なんで、まあ僕的にはやっぱクラークを入れればかなり強くはなるイメージはあるんですけど、ただね、ゲニがちょっとね気に入ってて、でゲニをあんまり外したくないんですよね。だからまあクラークが来たとしても、まあ能力次第ではあるんですが、まあ一応保留というか、まあ取るつもりは今のところはないので、まあでもね、クラーク以外のキャラが来た時、例えばマチュアとかね、マチュアとかすごい気になるんですよね。むしろクラークよりマチュアの方が好きなんで、まあマチュアが来たら考えるって感じかな。あとはやっぱデュオロンとかもあれですよね、まだ全然来る可能性もあるし、まあ、本当に何が来るかわからないんですけど、今月ね楽しみっすよね、やっぱり。でさっきあのレオナ、これ能力溜まったんでね、これ強化しましょうか。もうあのスタメン5体は5体じゃない、スタメン6人は全部赤5になってるので、このストライカーですけどね、もうレオナも赤子にしましょうかね。まあ、これはするつもりだったんで、もともと。さあ、じゃあ行きます。能力アップをした。お、割と上がったっすね。戦力が、なんぼやこれ、8000ぐらい上がってますね。8000近く上がって、攻撃力が4500ぐらい上がったんかな。これで、スタメン6体プラス、ストライカーレオナが赤子になりました。まあ、ストライカーですけどね、やっぱレオナ、特化してて、まあまあ割とダメージも出してくれるんで、まあ面白いですよ、なかなか。で、まあ特にイベントとかもあんまりね、あの目立ったイベントないので、アリーナ行きましょうかね、久しぶりに。アリーナ行って、今僕2位なんですけど、このね、ショータンがね、もうめちゃくちゃ強くて、あ、バイスの衣装きっちり取ってますね。で、バイスももう仕上がってきてるので、まあメンバーこんな感じなんですけどね、今1位のショータン、バイス、LR ケンスで、 LR アテナで、テリコで、ミズチ、エリザベートで、ストライカーが、クーラ、アテナ、 UR アテナとネスツスタイル強なので、結構でもメンバーで見ると、まあ割と珍しい方のメンバーではありますよね。あのラルフもいないし、オズワルドもいないし、なのでメンバーで見ると割と個性的なメンバーなんですが、まあ、めちゃくちゃ強いんですよね。で今回久々にね、ショータンに行こうと思ってます。もう最近の勝率で言うとね、10回中1回勝つか勝たないかぐらいなんで、まあ、あの挑戦しても負けるとは思うんですが、まあ挑戦者ということで行かしてもらいます。では、一発勝負で行きましょうか。さあでは、挑戦の方に押しました。一応先制は取ってるのでね、まあ、そこが結構、そこでなんとか有利を取らないと、まあ、ほぼほぼもう力負けするっていう感じなんで、やっぱバイスもですけど、テリコとかケンスもね、ものすごい強いんでね。さあでは見ていきましょう。先制取って、まず素肌クラブ打っていく。やっぱね、バイスが前列にいるし、まあ、そこをこうどうやって崩していくかですよね。さあマリーストライカーからラルフ、ジェットバルカンパンチ。さあこの後にゲニーが打って、あ、ミルチ溜まりますね。さあマックスオミア、なんとかエリザベートのシールドは破壊したいですね、初ターンで。さあスキルが出てミストラルからダイヤ、おめまい入ってます。この、状態上2体は結構いいかもしれない。これ解除できないですよね、水内だけじゃ。あーでも UR アテナか、そうか、このストライカーで解除するのでなかなかこれ優秀ですよね。さあ北マックスオーバーキル、最初はやっぱあんま減らないけど、どんどんこのファーニスが溜まっていけばね、ダメージも出てくるので。さあ来たよ、マルカレ、マルカレー、いやーもうこの、ね、マロカレが強すぎてね、本当に。まあ、最近あの別の動画も出したんですけどね、マロカレがやばいっていう動画出したんですけど、まあ、ほんとえぐいですよね。まあ、よかったらね、そちら概要欄に貼っておくんで、よかったらそれも見てください。で反撃していきたいところです。マックスエドワルフィラント、さあディスペアかデバフが入ってますよね、目のマークのデバフ。さあジェットファルカンパンチからアイスマックス最高メドレーでテリーを削っていきたいが、テリーがね割と硬いんですよ。なんか脆いイメージなんですけどね、割と硬くてなかなか倒せない。さあマックス大宮、ここは溶血を入れて、さあダイヤが出ている、全キャラスキル出てます。さあサイコソードからのスキル払えからのワンヒョー、これバイスは溜まってないかな、まだ 80% いってない。さあ2ターン連続打ってこなかったけど、まあ怖いですね。 S マックスエドワルフィラント来た、マロカレ、さあ無に帰ろう、あんまり減らなかったな。さあマロカレからのクーラストライカー、全体、さあ来たよ、全力の腹パンチ、うおー、これはエリザベートはやばいか。なんとかまだシールドはあるが、さあ、サイコメドレーで削っていく。全体攻撃。
さあテリコ来たよ。これウルフパワーマックスじゃないの？うわオズワルド一瞬でやられたけど、やばいな。あ、でもオズワルドこれ復活や。これ復活してますよ。復活、これは離脱じゃなくて復活っすね。さあなんとかゲニが、役に立ってますよ。早速さあオズが復活しているが、さあエドワルフィラントでシールドを入れていくが、さあゼロストライカーからの、さあオズ復活した、オズ頑張ってくれ。さあマリーが出てきて防御力を上げて、サイスマックスジョーカー、まだジョーカー持ってない、復活なんでカードは、仕切り直しっすよね。ゼロから、カードがゼロからのスタート。さあ爆弾ラルフパンチ打っていく。お、なんとかバイス倒せそうか。バイスをかなり減らしてるんですが、ただ 80% 超えてるので次のターンは確実に打ってきますね。さあ大宮で怒り下げて、ミストラルからダイヤ、バイスを倒せ、バイスを、バイスを倒せ、バイス、バイス、バイス、いやバイス、あー倒せないいやこれは一番アカンパターンやな。どうせ復活するんやから、あの絶対倒しとかなあかんすよね。うん、やばい、 80% のオーバーキル来た。オーバーキル、さあオーバーキルしていく、やばいダメージが減りすぎる。さあエトワルヒラントで、さあ入れてマックス、うわーアイスマックス、怖いマロカレが。さあ全力の腹パンチ、さあこれオズワルドはもうやられてしまってるのかな。あ、今のでやられましたね。さあ腹パンチを受けて、さあケンスのスキルも怖いよ、来るよ来るよ、これ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 、もうマジ火力がやばい。さあただラルフはなんとか耐えているので、ここは盛り返していきたいところですが、ストライカー2体が参戦してからのバキューン。さあスプラッシュローズ入れて、さあジェットバルカンパンチ5個溜まってるので割とダメージは取れそうだが、さあこの、マックス大宮でアテナは状態上解除できそうだ。さあメドレー打っていくが、テリコにはシールドがついている。このシールドねほんと強いですよね、エルザベート。さあレオナ、能力5に上げたレオナが V スラッシャー、バイスがまだ1回も倒せないのでね、いやーほんとね、バイスもこれ復活すると考えるともうマジで壁にもなってますよね。壁にもなるし火力も出すし。さあマックスオーバーキル、マイターン打ってきます。うわーもうマジで強い。うわもうディスペア感染しまくってる、やばいなこれ。全体化してますよディスペア。うおーマロカレ、ディスペア強すぎる。さあエトワルヒラントで、なんか徐々にこうゴリ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 じゃなくて徐々にこう削られていってる感じで、なんか勝てる未来が見えないですねこれ勝てるイメージがわからないけど、さあサイコメドレー打ってくる。うん、なんか全体的にこうまんべんなく削られてるので、うん、これはもうやばいか。ラルフは生き残れるのかというところ。さあ払いが出ている。あーケンス、このスキル、このスキルはやばすぎる。あーやばいかアテナはなんとか生き残ってるが、いやこれ誰も倒してないんじゃない、一体も倒さなかったパターンかな。さあサイコメドレー打つが、いやもう厳しいですよね。さあ V スラッシャーで追撃して、テリコ倒せ、よしテリコ倒した。テリコだけなんとかね、アサシンレオナがやってくれたよ。さあ能力5に上げてるので割とダメージ出しましたよね。まああの一体も倒せないっていう悲しい結果にはならんかったけど、まあ結果的には、惨敗ですね。サイトワルヒラント、さあクーラストライカーからの、来たよマロカレでとどめを刺されてしまう、強すぎる。いやー強いっすね、やっぱり。あの戦闘力ほとんど同じなんですけど、ショータンとは、まあ、本当にキャラの、育て方が違うので、まあ、マロカレー筆頭にねめちゃくちゃ強いですよね。やっぱりバイスもやし、あのケンスもエスマックス、まあ、テリコももちろん活躍してるし、いやこれはちょっとね勝てる未来が見えないな、なかなかで次の攻撃型のキャラね、まあ、何が来るのかっていう感じなんですけど、まあ、もし防御型のキャラとか来てもね、それはそれで結構悩ましいんですけど、一応でもねエリザベートもあのオズワルドも気に入ってるので、あんまり変えたくないんですよね。でやっぱラルフとアテナに関してはもう変える意味がないので、まあ、めちゃくちゃ強いので、やっぱり、まあ、この真ん中のこのミズチ、ラルフ、アテナに関してはもう完全に、入れとかなあかんキャラなんで、やっぱ変えるとすればこのゲイニッツもしくはエリザベートになってしまうのかな。なので本当に、まあ、キャラ次第では考えていくんですけど、まあでもこのゲイニッツもやっぱ使いたい気持ちもあるんでね、まあ、僕はちょっと様子見しようかなとは今思ってます。はい、まあ、今回は特にあのイベントとかないんですけど、まあ、ゆるりとこう雑談がてらにね近況を発表したという感じになります。では今回はこんな感じで終わります。動画気に入ってくれたらぜひチャンネル登録、よかったら Twitter やってますんでね見てください。であと映画チャンネルもやってるので、映画好きな方よかったらそちらの方も見てください。ではご視聴の方ありがとうございました。